バイキング船博物館の外観バイキング船博物館は、ノルウェーのオスロシュビグドイ地区にある海事博物館であり、オスロ大学文化史博物館の一部を構成する博物館である。館内には、オーセベリ船、ゴクスタ船、トゥーネ船として知られる3隻のバイキング船や、これらの船と同時に発掘された埋葬品が展示されている。1913年に、 スウェーデン人工工学者でオーセベリセンの発見者としても知られるオスロ大学のガブリエル・グスタフソン教授がバイキング時代の発掘品を集中展示する博物館の創設を提案した。この時オーセベリセンとゴクスタセンはオスロ大学内の仮設倉庫に保管されていた。オーセベリセンの展示されている建物はノルウェー国会からの資金補助を受けて完成し、 1926年に大セベリ線が仮設倉庫から移された。ゴクスタ線、トゥーネ線の展示ホールは1932年に完成した。最後の展示室は第二次世界大戦の影響で工事が進まず、大戦後の1957年に完成し、船と同時に発掘された埋葬品がこちらに展示されることとなった。オスロ大学は2006年12月に、 オセロ市内のビョルビカ地区に新たな博物館を建設し、ビグドイのバイキング船博物館の展示物をすべてこちらに移送する計画を発表した。この計画については大きな論争が巻き起こり、反対派の人々からはバイキング船の船体が移動により損傷することに対しての懸念が出された。この懸念に対しリスク評価が行われたが、 最終的に2012年に移送計画が中止されたことが発表され、これ以降ビグドイの現博物館の改修、拡張計画が進められることとなった。2016年にビグドイの博物館改修計画のコンペの結果が発表され、デンマークのアート・アーキテクツが改修デザインを担うこととなった。ありがとうございます。